はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、前回のクエスト途中だったんで、やっぱり続き撮影しました。なんでちょっと見てください。よし、君が我々を引き合わせてくれたキリネの三者連合か。このローマの拠点にとって新たな平和の先触れだな。人は己の視界が世界の果てだと思ってる。でもあなたのおかげで大きな目的を見つけたわ。そしてプラクシアと私は結婚する。ビオクレス、まだ返事してないというのに。乾杯だ。バイクとキュレネに、平和と秩序に、愛と結婚に、平和のうちに歩めきれないか。あ、終わりましたね。クエスト終わりました。はい、ってことでですね、こういう感じになりました。じゃあちょっとこいつらと戦って終わりますか。開け閉め。暗い。倒れましたね。はい。おお、なんだ。ちょっとどっかから襲撃を受けています。盗賊か。まあこんな感じですね。この二人も幸せそうです。もうすぐクリスマスですからね。まあこの人たちにクリスマスがあったかどうかは知らないんですけど、じゃあ5分ぐらいで終わろうかな。せっかく動画なんでね、あと3分付き合ってください。何かいるかな。動物はいるけど人がいないですね。闘技場とかあっちにあるんですけどね、こっちまで行くと大変かな。こうやって敵がいたらね、馬も奪えます。よいしょ。この馬の連中がこのアサシンクリードオリジンズでは一番だるいですね。すんごい遠くまで行くんですよ。なんで馬の敵はめんどくさいですね、本当に。よいしょ。よし、じゃあちょっと戦いをね、楽しみますか。どうしてもね、今作であるロックオンの機能が僕慣れなくて、ロックオンの機能だけは本当に今までみたいにしてほしかったですね。よっ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 。よし、こうやってね、またこいつも全身をね焼かれて死にました。盾ですね、盾。はい、ということでね、前回のクエストの続き撮ろうと思ったんですけど、すぐに終わっちゃったんで、ここで動画を終わらせていただきたいと思います。今回ちょっとね、連投で申し訳なかったです。じゃあですね、まあ、今回はここら辺で終わらせていただきたいと思います。前回のね、アサシンクリードオリジンズの動画を見ていただかないと、ちょっと今のこの動画意味不明かもしれないんですけどね、ぜひそちらとね、併用してご覧ください。じゃあ、
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは。